あ、もみ置き機械ね、これ強いね。こういう時このルー多分組む時に重量級が持てる、大体警戒されない。うん、どういうチーム？あ、これ、あ、決めていいですか？あ、なるほど。ルール聞いてた？ルール聞いてた？聞いてないよね。そう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 。バンルールです、バンルール。X と S、今日は同じキャラにしとこうかな、同じキャラ扱いにしときます。そうしないとキャラ数が増えすぎちゃうんで。まだ組んでない人も読み上げます。グリグラ中村、グリグラ中村、やっぱねー、にペコヒデ、ペコヒデ、グリグラ仲間。残ってるのはカワシム、クレジン、中島エロモンっていう感じですね。中島さんとクレジンさんと、エロモンさん参加 OK、 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 じゃあ来て、じゃあカワシム、クレジン、中島、エロモン4人でグッパー。これダルシムダルシムになると寒いからそこ分けようか。やっていて、グーチーム、パーチーム、中島エロモンでグッパーしてもらって、はい、そうダルシムを指名したいよねっていうとことか、バルログダルシム、チュンリーあたりはやっぱ警戒されると思いますね。ルーザーズは試合数多い方が面白いよな、絶対な。キャラは自由です、キャラ自由だけど相手チームから否定されるっていう感じです。毎回仕様変えて構いません。あ、そう、縦にするのは頭いいと思う。じゃあダブル入り身で始めますので、あれ、これクロム？よし、1,2,3,4,5,6,7,8,9 チーム、もう参加いないですか？大丈夫？
いや今日は遅刻をして誠に申し訳ありませんでした。体調不良でございます。じゃあトーナメントもこれでできたので、あーターボーさんも寝てた。皆さんでかい大会の後みんな風邪ひくんで気をつけてくださいね。よし、じゃあやりましょう。はい、トーナメントペペペペペペだ。ちょっと待ってね。これどこでやればいいんだっけ。ちょっと待って、どれだ、これか。追加チャチャチャーン、スクリーンキャプチャー、ウィンドウキャプチャー、ババーン。あーダメですね、ダメですね、これこれね、ダメなやつですね。忘れてください、戻します。はい、ゼロ回戦からやっていきましょう。青葉ウネバーサステイロハ、ここからです。ねえ皆さん、1回戦の相手見といてね。で相手チームの指定するキャラ考えておいてください。よし、じゃあ、グリグラさんお願いしようかな。ダルシムね、これはお互いにキャラを言い合えばいいだけなんで、はい、はい、ですね。で先方、先方は、先方もキャラ自由だし別にいいか、いいんじゃない、いいか、うん、はい、ですね。じゃあ相手の禁止するキャラをそれぞれ言っていただくと。そう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 、相手チームに向かって言ってください。はい、ダルシムバツで、こっちがバルログ、はいはい、バルブログバツね。まあまあまあ予想通りですね。まあ妥当でしょう。そりゃそうだ。キャラ申告もどうしようかな。かぶせ、あそうかそうか、あそうかそうか、変えられちゃダメだから、キャラ申告まで先に言ってくださいね。はい、あの先方のキャラ誰が出るか。はい、ワンピが OK です。ツーピも OK です。はい、じゃあ、はい、座ってください。二人目かぶせありですよ。キャラは自由だから二人目はかぶせても OK、はい、ということですね、はい、はい、では始めていきましょう。はい、どうぞ。お願いします。まあ S 剣ガイルでダルシムを否定できたのはでかいですね。そうですね、まあまあ妥当な戦略でしょう。これね、あれですよね、こうちょっとなんていうんですか、ツイッターとかで、あ、なんかホットな話題だったのでちょっと、まあ、っていうことですよね。ただ絶対バーサス向きだなと思って、あ、いや自分もね、この土日イベント向きだなってめちゃめちゃ思っていや、むしろやってるじゃんっていう、やってるじゃん、ボタン禁止とか ね、はい、ボタン禁止に比べたらもう全然大したことないですから、はい、やっべ、うわー完封これは青葉 S 剣 VS いろは DJ ですね。 DJ、 はい、 DJ、 これはバンルールなんて呼んでるんだろうね。なんかあれっすよね、結構なんだバンバンっていう言い方、ピックとかっていうのかな、うんうん、うん、なるほど、はい。ただ大体そういう何ですか、格ゲーだとねやっぱり、はい、あんまりって感じですけど、例えばもう LOL とか、はい、ではもうそもそものルールとしてそういうのがあるっていう。そうなんだ、はい、へー、お、いいですね。となんで、要するにそれに対してじゃあこれ使うでしょっていうのを、あそこまで戦略に入れとかないといけないわけですね。はい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 、そういうことみたいですよ、どうやら。なるほどね、はい、なんで今強いやつは、うん、その要するに取れないから、じゃあその時に、うん、自分が何使えるのみたいな話になっちゃって、サブキャラが弱いとダメっていう。なるほどね、はい、全体の
その戦略の中で入らなくなっちゃうっていうようなことはあるみたいですね。今って、はい、まあ、1キャラ大会がほぼ主体じゃないですか。格ゲー、格ゲーですね。はいはい、そうですね。これを、はい、まあちょっと昔の大会を知ってるものとすると、おお、うまいですよ。あるよ、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 あるよ。ひろがさん、これはどうすんのか。おーっと、あー、我慢したのは偉いっすね。いろは金星ではないか。これはちょっと最初ね、1ラウンド目完封されてましたからね。そうですね、はい、あの初代メス、はいはい、初代、はいはい、メスト杯じゃないか、あれは、まあ、全国大会風助さんが優勝したやつなんかは、はいはいはい、何キャラ持ってた、10キャラぐらい持ってたんですよ、はい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 、はい、なんかベストファイだかなんだかでは全キャラ潰すみたいな、な決勝の方ではいう話は聞いたことありますね。イクラドンバーサス風助、はあ、あ、組み合わせ、組み合わせはね、ここにあるんでこれで見てください。さあ、まあそうですね、単純にでも1キャラだけだとやっぱりその返されやすい、特に X なんかはもうキャラ差ひどいですからね、はい、まあ、普通にガイルにダルシム出てきてはいはいっていう、はい、ことにはなっちゃいますけどね、が多いですから、はい、まあ、そのはいはいを否定できるんであれば、はい、こっちのキャラ1から潰されてもいいやぐらいの、はい、そうですね、はい、っていうことでもいいかなと思うので、うん、なので割とやっぱり万能系のキャラは、うん、逆にどのキャラに対しても、うん、そこまでいけるわけじゃないっていうケースが多いので、まあそうですよね。あともう具体的にはチュンリーとかは、まあ、圧倒的有利のキャラも、まあ、いるっちゃいるとは思うんですけど、なかなか切り返されせなくってね、ホンダとかにやられるとかっていうのもまあまああると思うんで、いやバルログもぶっちゃけそうだと思うんですけど、あ、そうですね、もうダルシム、お、あー、イロハ2立リーチ投げる、歩き投げ、さあうねがえる、こっから固くやってるんだと、ちょっと間に合わないぞ、あー、あー、歩きすらイロハが2立て、これルーザーズあるんでね。いやー、今のはすごかった、すごかったですね。じゃあグリグラナカム対カワシムエロモンやっていきましょう。グリグラナカム 1P です。カワシムエロモンいる？いるっていうかいるはずなんだけど、こっち側エロモンさんと、エロモンさん、エロモンさん、仲間グリグラ、さあどのキャラを使うのにしていくのか。じゃあ向こうはダルシムバツだそうです。いや、ありありあり、あ、同時にってこと、これも深刻か、なるほどね。まあでも変わんないっすよね。ブランカ、じゃあブランカバツだそうです。では先方は人とキャラクターを申告してください。次がこういう時にはもう、はい、あ、ヒデ君、はい、はい、オッケー、オッケー、はい、味まきいきましょう。グリグラフェイロンですね、ワンピーは。グリグラフェイロンと、はい、エロモンさんが、はい、竜ですね。おお、で、お互いのチーム、ワンピー側はブランカ×、ツーピー側がダルシム×です。あ、あ、なるほど、あ、1キャラ使えないように指定するってことっすね。もう聞いとけや。いや、あの、1キャラ指定するだと思ってたんですよ、使うキャラを。指定です。指定か、なるほど。
なのでバルログとかダルシムは真っ先に否定されるよねっていうところですね。あの弱キャラ使いが持てるルールかと思います。はいはいはい、だーいやー山本さん悪くなかったんですけどね。さあグリグラフェロンがプレーで1本取って、グリグラさんの特徴なんですけども、端っこに追い詰めて、うん、やっぱジャンプ中パンで飛ぶのを必殺の武器としてちゃんと使ってくる、はい、こういうあのわちゃわちゃしてるのはもう全然メイン武器ではないんですよね、はい、飛び込みましょう、飛び込むためにいろいろやっている。さあいい前をキープしているさまあでもエロモンさん端っこ行くのはこれ悪くないですね。負けです負けです。そしてカワシム DJ ですね。これはまあそうなりますよね。 DJ でフェイロンホンダが出てくるんではないかという読みだけども、長文さんも中村シリーズはね結構ね持ってるんで、だいぶ強いですからね。さあ投げて、まあ、川島 DJ もうわー繋がっちゃってる、やばいやつ危ないぞ。さあジャックに切って刻んでいく。さあガードが硬いですねグリグラさん。さあこれはいいよいいように寄ってるように見えて実はあんまり寄れてない。おっとしゃがみ強パンとしゃがみ中キックアイスはかなりダメージがあったぞ。はい、うわこれは投げるところにトシナイスシーン。なんか教授が調べ物してたんですけど、はい、しゃがみから前に歩くまでの、はいフレームがランダム幅があってキャラクターごとに全然違うと、へえ、それが一覧になってましたが、なんかねフェイロンとかはそんなに速くなかったんだよね。あそうなんですね。だからあと DJ もやっぱりはいしゃがみ逆パン前に歩いて投げっていう時あるじゃないですか。あはいありますね。あれね遅くなる遅くなる遅くなるんですね。遅くなる、つなぎが甘くなるので、へー立ち技から行った方がいいですね。なるほど、チュンリーはその辺便利だと思いますが、はいはいはい。さあさっきの最後は強気のエアセラ飛ばれてなくてよかったと。さあ DJ フェロンやろうぜが果たしてどうなる。さあしゃがしるけこれがキャラさあれあれが起こるともう毎回フェイロン使いこのキャラよっていう言ってるんですよね、はい、コアコパコアで離してだーあーあ安く空中ぐらいで助かった。しかし、しかし言うてキャラさ状況がえやせなグリグラ頑張ってああねこれは死んだ死んだ抜けられず一番通しちゃいけないやつを通してしまいましたね。さすが劣化神拳はしょうがないやか。まあそうですね。さあクレジン中島 1P ペコヒデは 2P とクレジン中島 1P 言ってください。中島さん試合だよ。ルール聞いてました、ルール聞いてました、聞いてない。相手チームを一から使えなくさせることができます。でお互いね、であとはキャラクターとキャラクターは、毎回変えて OK で順番も変えて OK だけど先方は申告です。はい、相手チームの使えなくするキャラを決めてください。ペコヒデです。ガイルとチュンリーです。はい、なので、キャラクターあとは先方キャラクターとプレイヤーを申告してください。
オッケー、では始めていきましょう。次がグッチバイパー対もみお機械ですね。クリグラさんやりましたね。いやちょっと嬉しい。 DJ 倒すのは結構嬉しいですね。うん、はい、まあ、しんどいタイプですよね。はいはい。さあこれはクレジンダルシム VS ヒデ DJ になります。ヒデ DJ、 まあチュンリ否定されてますんで。チュンリ封印されてるっていうことですね、はい、ヒデ DJ 初めて見る感じがするんですけど、気のせいですか。ヒデ J はまあそれなりっすよ。ああ、なんか竜をね、はい、よくあの謎のコパン対空する、はい、竜を見るんですが、まあチュンリーのそのなんていうんですか、技術というか知識というか、うん、それを、ね、うん、DJ の方が全然活かせますよね。エアスラのため時間はチュンリーよりちょっと長いんですよ。ちょっと長いぐらい。いや、ガイル DJ の順だから同じかな。同じ。あ、クレジンが、うわー、ここで無人で、この上を咎めたいけど難しいし、ダメージでかいんですよね。そうですね、スライディング対空をしないとダメ。うん、スラ対空できるとだいぶ違います。はい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 。さあ中島さんはガイル封印されてるので何を。バイソンだ。バイソン、これは初めて見るかも。はい、これはまあ全然あるキャラですからね。キャラ強いよ。はい、さあ中島できるパンチが出ましたね今。あ、そうですね。おおい、ゴチゴチから、おお、つなげてるぞ。うわっ、軽投げの後はダメですね。ほうほうほう、下げ飛びいけないです。端っこにピー投げすると、はいはい、入れっぱ飛びが、あー、うん、なるほど、表詐欺になる。画面端に投げると。そうですね。おー、まあバイソンに対しては割とその猶予が長いからっていうところはあるんですか ね、 すね、他のキャラにはできないです、うん、やっぱ壁引っかかりがあるとね、なんとなくタイミングが微妙になるんで。お、うい、できるっぽい動き。中島バイソンモリモリやってますよこれ。さあペコはキャラクターフリーですからね、チュンリーは使えません。まあそうですね、 S 剣か、さすがに。グッチバイパーも妙機械は決めといてください。いろいろ決まってる。 OKOK、 次やるんでね。ペコさんはフランス行ってたっていう、はい、うん、はい、フランスにもバイソンはいるのかな。いると思うよ、あのキャラ。てかね、バズーカフランスやね。ああ、はい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 、だから兄弟だからフランスやね。あ、中島バイソンが手堅いぞ。手堅いですね。なかなか S 剣というか剣もここを切り崩すのは結構大変そうな気がしますね。うん、しんどいですね。時間を使われてる。しかし空立つ。ソーリーですねこれは。下段。昇竜。タイミングをずらしたところにさらに昇竜が置いてある。おっと。投げ。うわあ。芋掘り。あー、落ちない。うーん、やりに行かなきゃいかんが、からの、あー、高橋しかり。いやでも、えらいですね。一生ドラゴンダンスから吐かせて、この後おー、しゃがみ大 P ですか今のは。そうですね、ちゃんと対空してますね。これちょっと中島さんのサブキャラあんま見ない気はしますが、あ、中島さんな、なんかごめんなさい、中島さん確かにガイルしか見ないですよね。はい、見ないですよね。まあそんだけこのキャラは使いやすいのでおすすめです。
おっとこれは突き切ったか、ああ後ろ曲げられる。さあペコが締めた。はい、グッチバイパー対もみお機械です。グッチバイパーもみお機械、グッチバイパーチームが 1P 側、もみお機械チームが 2P 側ですね。相手の禁止キャラをお願いします。OK です。さあ 1P 側がグッチ、グッチバイパーチームでダルシムが選択されている。 2P 側がモミオ機械のチームなんですけど、はい、禁止されたキャラ 1P 側は、はい、ダルシムバツって言ってましたね。ダルシムが 2P 側は禁止されてるということ。そう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 、はいはい、1P 側は禁止されてるキャラは、はいはい、1P 側はリュウバツです。リュウ、あ、まあ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 、なのでダルシムを使ってると。ダルシムが出てきましたね、はい、なんかもうこんだけこう読み合いがいきなり裏から入ると、はい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 、ぐちゃぐちゃになりますね、はい。さあグッチダルシム、グッチダルシム、グッチさんはかなりいろんなキャラ使えて、はい、どのキャラも強いイメージがありますが、そうですね、やっぱね、沼ゲームのメンバーはサブキャラ多いですよ、はい、キャラランダムでやってますから。まあ楽しみ方としてはすごい僕は正しいかなとは思ってるんですけど、それはね絶対強くなるし、はい、おっとおっとっと、しかしもみお、もみおがダイエットから、さあダイエット GO!GO!しかしここからダルシムちゃんと立ち回れれば、ノーミスでいけば対空やめてますね。あるよ、あるが、あるよ、おー、ジャンプダイビー、うーおーバックジャンプ中継さあこれは機械さんは、はい、ガイル出さないでしょう。そうですね、まあベガかな。じゃあワンピーチームとしてはもうここまでが一応想定の範囲ですよね。なるほどね、そうでしょうね。次ムークサ対テイロハヤ、決めといてくださいね。機械ベガ、機械ベガも何回言って結構メイン級の人を倒したり してますからね。このベガ自体がメイン級だと思いますよ。なるほど、しかしかなりグッチいい動き。これはオアか、オアか、あでもねベガはひっくり返すことができるので、はい、ダルシムは最後まで気を抜けない対戦ですよね。そうですね、うん、下段ジャンプ中 P で反応、あっとダブルに刺さって、始まったか、おお、ダイピーうまいっすね。あっ、うわー怪しい、さすがにないとだちょっとす今のすら潰せるんですかね、早かったから潰れる、はい、なるほど、ベガはジャンプ、おキック全部潰れるんじゃないかな。へえ、さあキック無理か、さすがに石棺、あ石棺、始まる始まる、ヨガフレから、さあリーチ、うわダブル刺さってどうする、まあ当然ガードですね。うわあ、あいうちょっけ、これはまずいよ。うナイス、結構減った気がする。やりますよね。
さあバイパーどうするんだ、どうするか。まあしかしフォーク出しづらいぞこれは。まあここはフォークでワンタッチすれば死んじゃうところかなという。しかし立ち回りはかなりベガかと思いますが、はい、まあ、フォークはベガに圧倒的有利ってバイパーさんは昔から言ってますので圧倒的はすごいな。うわ対応してる、うまい、うまいですね。つかみベガが仕上がっている。さあバイパートマホー回す、これで試合終了。これの確定あのザンギと違って、はい、サイコ出しても燃えないので、うん、ガードされるから上がるんですよ。なるほど、なるほど。そっか、やっぱりじゃあそうすると接近した時のそのよしやすさはホークの方がザンギよりはベガに対してはあるのかなという、まあ、食らってなんとかしかないんですよね。なるほど、甘い三角ホッパーで接近を対応して、うおー投げ返しの機会、本当にすごいですよこれは。さあいい勝負だが、うお動きがない、お歩いて中 P 中継。さあバイパーちょっときつくなった、体力余裕がないのでこかしてもナイトメイの読み合いでワンチャン殺される。そうですね、ミドルピティット、いい勝負でしたね、いい勝負でしたね。グッチバイパーが負けだったのでもみ合い機会が勝利という形です。それではムークサ対てイロハ、ムークサ 1P。 はい、禁止キャラを、あダルシム禁止、はい、ダルシム禁止なの、お互いダルシム禁止です。はい、ダルシム禁止にしてもムーは DJ もあるし、チュンリー生きてんのやばくないかなと思うんですけどね。そうですね、リュウもあるので、そうですね。さあ先方の、はい、先方をお願いします。スーピーキャラ、ワンピー申告して、申告して名前とキャラ、はい、ワンピーも OK です。ワンピーがムーさんの竜で、ツーピー側がテイさんの S サガだそうです。 S サガあーまあまあまあ別に、別に OK ですからね、はい、しかし見たことはない、見たことはない、はい、なんで S サガ禁止にしとかなかったの。おー、ね、なる、確かにね、はい、そういうことです、そういうことです、はい、開幕飛んでいくしかしちょっとやっぱり今小足が見えたので、もう やってない感が出ましたね。やってない感めっちゃありますね。立ち消系でいいでしょっていう、はい、あっ投げて中ゴス、中ゴスこの野郎。しかしエッサガに中ゴスはやばいんじゃないかな、やばそうな気はしますけどね。絶対やっぱか入れとくもんだと思うんで、はい、めり込むじゃないや、あのちゃんと下げ当てできるんですか ね2発目は下げ当てはできるのか、できない、できない、結構隙ある、おっと、しっかりしっかり、いいちょっとです、ね、逆にムーリューが荒らしてやろうっていうような感じの動きにも見えたので、確かにそこでこれちゃんと、しかしちゃんとやるとね、ちょっとキャラ差がやっぱりあるかなという気はするので、あでもまあ真空がたまれば、おお、おお上は出るぞ。さあムーさんどうすんのこれ、おお、あきっちり、アッパーファイヤー、アッパーファイヤー、まあまあオッケー、投げる、投げる、ありだぞ。中圧真空打ち切り、うん、おい、惜しかった惜しかった、なかなかやりましたねこれは、はい、これは 2P 側はかなり理想的な展開、そうですね、 1P は、あとはもう両チームちゃんとダルシム禁止になってるので、はい、
やっぱチュンリーに対して活かせるキャラをっていう感じで組み立ててますよね、おそらく。まあなんていうんですか、そのツイッターとかでこう、はい、いろいろ、まあ、議論というか、はい、上がってたのはそのプロとかがやるシーンで、はい、メインキャラを使えないでっていうのはどうなんっていうような多分話なんだと思うんですよね、その否定してる人たち の, その理屈としては、まあ、だから別に自分としてはこういう、まあ、そこでも嫌っていう人、ガチでやりたいっていう人もいると思うんですけど、まあ、遊びでやってる我々としては別にいいじゃんっていうふうには思うんですけど、広がりがありますからね、逆に、はい、だこれを変な話もう店に行く、はい、うん、見せて、まあ、ね、うん、もっと言うお金を取るとかいうような話になると、まあ、確かになというところはあるのと、あと格ゲーマーとしては、はい、まあ、その人のメインキャラ見たいよなっていうとかって言ってたら、手がリーチをかける、このキャラやっぱりこのゲームやっぱたまなんだよな、 S サガなのか。この間のかける5を締めたのも S サガですからね。そうですね、はい、さあ老快な立ち回り、皆さんこれいいな、はい、ダルシムなんでちょっとそこのわきまえてる感じありますね、はい、しかし中足から弦戦列を使わせるってのはやっぱ難しいですよね。そうですね、特にレベル高くなってくると、うわー、あー、めっちゃ歩いた、逆にうまいぞ。さあ2ラウンド目散々飛んで落とされていたので地上から行く手じゃん、草、あーあー間に合わない、アパカだったらワンチャンだったぞ、ワンチャンだった、いやー新章ですね、新章ですね、新章と言っていいでしょう、これは、はい、さっきの話、はい、15戦戻り10クレあるので無理ですね、ああなるほど、この技下げ重ねできたらみんなやってますわ、まあそれがなくても最強技がヒットしたらねヒットしたら台足つながるんだからね、そうね、スト5とかで中段から、はい、中ボスから、うん、コンボになるっていうのはあるんですけど、セットプレーでそのあ、まあ、思い切り埋めればってことですね、そう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 とかっていうことしなきゃいけないけど、うん、このゲームはねそれなくても全然余裕でつながりますからね、さあこれは、うん、さあチュンリーを罰にできなかったというのがやっぱ出てるんじゃないかな、ね、これはね、ワンピー側のチーム組がえぐいですからね、えぐいですね、チュンリー本だとダルシム DJ 持ちと考えるとどのキャラも強い、そうですね、難しいところですけどね、しかし、イロハ先ほど似たての流れがあるがありますね、あ、これを押してパン落としたかった、そして中足、中足、あ、逆転、これは隠んなかった、踏んづけてくる、いや今中足にヒットさせて色気出してピューラセに行こうとか思ったら逆襲されるパターンだったんですが、そうですね、下がられちゃいましたね、ちゃんと下がって、あー、まあなんとかですが勝ったのは草いろはチームとなりました、ムークサ、ムークサですね、ムークサ失礼いたしました、はい、ということでベスト4やっていきましょう、グリグラ仲間対ペコヒデです、はい、これもうグリグラ仲間対ペコヒデ、その後もみおき会対ムークさやるんで決めといてください、同じキャラ扱い、今日はオッケー、はい、ブランカ禁止、チェンリー禁止、
はい、了解。ではグリグラフェイロン VS ヒデ DJ。 さあグリグラフェイロン VS ヒデ DJ となりました。開幕アクションを起こすのはグリグラ。さあ DJ はチュンリーと違って中足短、おほほー歩いて中足をやったらタブに勝ち合って、ジャンプ中キック支援客というのはしゃがみくらい限定ですね。おそらくマックス低ければつながるかもしれないですけども、支援客自体が発生が遅いのでちょっとギリギリ気味です。発生は遅いのに、おマジか、発生は遅いのに無敵が短い。支援客はあんまりだから強くはないですよね。さあエアスラの代わりに、あーはー劣化神経、うわちゃグリグラが圧倒。 DJ フェイロンやろうぜ。さあペコがペコさんはキャラいっぱい持ってますけど S 剣ですね。グリグラフェイロンとしてはまあ一番やりたくないのは S 剣でしょう。そして中村さんが残って、ブランカ×なのでホンダを使うことになるんでしょう。それに対しての広さを選んだ形。さあうまく画面端まで行ったんだがめくりを許してしまって、追いかけるのに体力を使わないといけない。うわーもう一回画面真ん中、これはもう終わりですね。追いかけらんない。端から逃がすというのは非常に意味があります。画面端、まあ、X はもう画面端です。どういうゲームですか、画面端です。まあ他のゲームもそうなんですけど特に X はやばい。うまー表のアッパー三段、打ち切りではなかったぐらいの遅さでしたね。いやーきついなー、まあ、これはしょうがないですね。さあ中村どうする。先ほどはグリグラ似たてだったので、まあ、チュンリーですかね。 S 剣はさすがにホンダ出せないと見ましたか。中村チュンリーは実は10段ですから、中村チュンリー結構やってたんですよね昔は。さあしかしペコの方が、うわヒット確認投げ丸ある。さあ中村チュンリーが1本取って、おっと暗い投げ画面端、そして気候モード前飛び結構雑っぽいが、うわーくぐってしゃがんで投げ、中村勝利。さあ決勝戦進出ですね。もみおきかい対ムークさんやりましょう。うん、でかいって飛行点でかすぎ。うん、ダルシム禁止、ダルシム禁止、残儀禁止、残儀禁止、残儀禁止、
さあ作戦変更ですね。これはこれはちょっと予想だにしてない感じでしたね、うん、オッケー。先方のキャラクターと名前、オッケー。キャラは、機械さんのガイル。ガイル、機械ガイル対ムーリュウですね。あー、まあですよね。機械ガイルに対して秘策ありか。これは、まあ、絶対出てくるとは機械ガイルだと思ったんですけども、はい、あ、でもまあ大将力説もありましたね。うん、メインキャラが残ると相方が封鎖されたときに、はい、メインキャラ持ってたらメインキャラの方が大体後ろにいますよね。メインキャラの方が大将で出ますよね。まあそうですよね。でも悩みますよね。まあまあまあ。おっと、あー、内火がね、やばい。あー、これはリュウさんの竜はね、あの、うまい風に見せてるだけなんですよ。基本的に前に歩いて竜巻しかやってないんで。それを見切られると前に歩いて竜巻飛び、この2つをちゃんと咎めることができれば、はい、勝ちです。なるほど。さあ、大好きだって、多分世界一竜巻好きですね。さあ、バックトマトで対応。うわー、ぶっ込む。これはさあ、間違えるモード、うまい、うまい。ほら竜巻、うん、さあ、ほら、いやー、これやばい。自分から画面走っちゃった。踏み込んだ、しかしでも追い詰めてますからね。ああ強い、踏み込んだ中出しが強い。さあ、ここで多分草チュンリーでしょう。草くんチュンリー、まあチュンリーか。そうだよな。まあ、グリグラ中村対このどっちになるのか。そうですね、という感じですね。今日、はい、ごめんなさい、僕あの遅れちゃったせいで、はい、相当試合開始も遅くなっちゃったんですけど、これ ルーザーでやったらかなり時間やばくないですか。長いね。どうしようか。ウィナーズだけでいいんじゃないですか、もうここまで来たら。もういっか。うん、で僕も思うんですけど、申し訳ない。いやいや、まあまあ、しゃあないしゃあない。ルーザーズなしで、はい、ルーザーズなしで。時間的に、時間的にってことは、ルーザーズなしで、ってことはこれ勝たないと決勝いけねえぞ。さあ、見えている。さあ、機械さんね、かける5からね、かなり調子も絶好調なので、おー、いや、もうね、やるときすごいやるし、見てるんすよ。そして機械様がよく当たる、最近は。おー、あ、もうそれだけで強そうですね。あ、そうなんですよ、機械様が当たる日はマジでやばいんで。機械さん、何が足りないのかっていうと、やっぱはい、相手が本当にやるしかねえってやつを、はい、サバイ。うわー、クライ様、これはここですね。はい、やる。あー、腕ひね、やばいぞ。さあ、機械がリーチ吐かせた。あ、あ、あ、引っかかれさあ、機械ガイルが似たて、機械さん強えな。さあ、じゃあ決勝戦の効果が出ましたね。さあ、決勝戦です。グリグラ中村 1P、 モミオ機械が 2P、 モミオ機械です。モミオ機械 2P、 封鎖するキャラをそれぞれ教えてください。2P 側ガエル禁止です。あ、行っちゃった。あ、行っちゃった。はい、聞いてなかったんで大丈夫。聞いてない。はい、ガイル、ブランカ。さあ、やはり強い、まあね、東大戦とかでよく後半とかで出てる人で、かつ、まあ、メインキャラがやはり潰される。そうなりますね。まあ大体そうなりますよね。僕チュンリー使えなかった今日。はい、オッケー。はい、それではグリグラがキャラ、フェイロン。フェイロン、はい、モミオ DJ。 お、モミ DJ。 一層 DJ と言ってるけど、あの人DJ フェイロンやろうで。しかしグリグラさん、やはり、まあ、サブでやってるね、人たちだったので、まあ、順当にやっぱりメインキャラの意思として、まあ、全部勝ってましたからね。まあ、言うても、でも DJ フェイロン野郎でなんで、
どれぐらいのキャラ差か。はい。なんかあんま比べられないんですけど、はい、フェイロンってキャラ、とにかく火力がすごいキャラに見えますよね。まあそうですね。 DJ の方が高いんですよ。マジっすか。いや高いでしょ。フェイロンピヨンないから DJ ピヨロもん。あーそっか、 DJ 火力高いな。そういえばそうだ、いろいろ考えてみると、まあ、全キャラ中1番と言ってもいいですね。マジっすか、全キャラ中1番、まあ、ピヨリやつもあるんで。あーまあ確かに、まあ、10割力っていう意味ではかなり高いですからね。さあこれは中継でこかされて、めくりはしっかりガード、確定。あれはね、連打の仕方による。あ、なるほど。さあうおまだ生きてんのか。これ上手いですね。これフェイロンの持ち味と言ったらこれ。劣化圏の2段目って強いですよね。強いし速いし、台で打ってる時マジで見えないんで。グランドストレートぐらいの距離がはいはい飛んできますんで、やばいっすね。さあ中継交換して、ヤセラカサに一度とゲット。 DJ のしゃがみ中キック。さあグリグラの針の穴の通し方、これはレンガーですね。はい。さあガードしている、ヤセラ。わーやばいよ。ガードした。これです。これが投げなのか壊しからのマシンガンなのかが結構厳しい状況次第ですけど、もう今のはガード、死んだ。あーグリグラにんまり。さっきのエイロン DJ やろうぜ。エアスラー、エイロンがバックジャンプしたじゃないですか。で、あれ画面を思いっきり押してると多分踏んでた可能性あったと思うんで。踏めると思う。そうだから、ちょっと押しが甘かった感じだったかなって。こう、まあ、後ろ下がってエアスラ打って後ろ下がったじゃないですか。でそれで踏まなかったんですよ。あのまま後ろ下がんなかったら多分踏んでたと思いますよ。フェイロンの出す技ジャンプ強パンだったら多分そのまま使ってた。あ、大丈夫だと思う。すげー小さくなるんで。さあ機械は出すものなくなって竜。いやでもね、あーやばいやつ。さあでもね、機械さんのね 2P 竜はね、あーやばい。あー機械さんの 2P 竜は本当は強いはずなんですけど、まあ、2回通して死んじゃいましたね。グリグラの飛びの、あーやばいやばいやばい。ピヨンダイ、グリグラさんにんまり。あやりたい放題やってる。やりたい放題。機械どうする。しかし機械が、機械竜が、爆破わからない。あれファイヤー燃えます。さあガクガクして寄って、どうする。遠目から安定。ゲージが欲しい機械竜だが、機械全然ダメでしたね。機械昇竜当たらず。はい、というわけで優勝は本日はグリグラ中村さんでした。おめでとうございます。お疲れ様でした。いやー、グリグラさんフェイロンで DJ に全勝。 DJ にそう、 DJ 全サブキャラだけど、でもダイヤガラム変わりましたね。そうですね、マーサスダイヤではこれからはグリグラさん東大戦には積極的に DJ に当てるということで DJ で。はい、2位がモミオ機械、はい、3位タイガペコヒデとテイロハ、はい、となりました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ルーザーズなしです、ごめんなさい。まあまあしゃあないしゃあない、はい、遊んでってください。はい、ありがとうございました。
Round one, fight!
Round
Yeah!
Thank you.
Round 3, fight!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Round one, fight!
Yeah.